え、キャベツにできた。ちょっともう一回やる。ラインが結構きついね。受けるだけ。よかったじゃん、指じゃなくて。このセッティングいきましょうか。いや、ゴム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 。ゴムだから大丈夫よ。うん、ゴム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 。毒じゃないよ。忘れてる？さっきできてたよ、でも。感触がない。気持ち悪い。うん、え、行くよ。見て。こっち見て。ワームの刺し方。ワームの刺し方。まずこれ針にこういう感じでぶっ刺す。こう刺しました。したらこう抜く。で、キューってこうする。そしたらこれを反対側にして、これをこっちに向ける。こうやってね、反対側にしてここにぶっ刺す。でぶっ刺して、ここをちょうどこう指でまっすぐにしてあげる。でこの針先ちょっと出てるよね。ここは5ミリぐらい入れてあげる。針先が出てると根がかりするんで。分かった。ちょっとやってみようか。一緒にやった方がいいかも。一緒に。いくよ。いくよ。うん、こっち見ながら。ワームをまずこう刺すよ。こう刺すよ。できてる？できてるね。石丸さんもできてる？こう刺す。そう。そう刺したら、こうなったら、これをこう1センチぐらいかな。で、こうしてあげる。刺したらグン抜ける。そしたら、できた？できたね。そしたらこれを上までこうしてあげる。うん。そしたらこのままだとこっちに刺せないから、これを指でちょっと回転させてあげる。回転させた上で、そこにぶっ刺す。垂直にこうね。ぶっ刺す。そうするとなんかこんな感じになって、あとはこういう感じにぶっ刺したよね。あとはここをまっすぐにしてあげるっていうか、こう指で調整してまっすぐにして、まっすぐなった。まだもっと上にして、うん、まっすぐね。まっすぐになったら針先がちょっと出ちゃってる。そしたらこれをもっと上、やっぱりこれ練習がいるわ。何度も。え、でも分かんない。なんかもう一回行くよ。こう見てて、これを刺して、石丸さん見てて、ね、くるっとやって、最後まで見てて、で、これを一番上までこうして、で、逆にして、こうやって刺すんやけど、したらこんな感じになってるやん。それを、ここの先っちょをこうやってまっすぐしてあげるっていうか、ストレートに、きちんと。こういう感じで、まっすぐ。そしたら針先出ちゃってるから、針先はちょっと、もう一回ワームに5ミリぐらい埋め込む。でその刺す場所によってちょっとゴムが斜めになっちゃったりするから、それはやりながら感覚で覚えてほしいんだけど。ちょっと違う。ちょっと違う。いや俺もね、そうなるんよ。練習、ね、こっからがわからんのよ。こっからあ、そっからわからん。結構教えるの大変。これでも初めてだからね。10回やると覚えるかな。いいか。いや、ここでこう1センチぐらい出すやろ。うんうん。こっからよ。そこで逆っていうのは、だからこれを針を回転させる。要するに針刺して針をくるっと回転さすの。うん。あー、これちょっと微妙。違うね。違う。ここをこうなった後に、こうやって指で長さを、ここをこうやって、こうしてあげる。あれ、これだとなんかこうなっちゃうじゃん。いくよ、もう一回いくよ。いくよ。刺して、送って、入れて、この辺に刺して、で、こうやって調整して、この針先をこうやって、
で、これでこの時必ずこうやって指でまた針先刺さらないように。いや、だからここの後にこうなった時に指でこうやってここをここに入れてあげるのよ、こうやってこうやって、でここをここの先をこうやって入れると。その代わり、うん、こんな感じで、これはまっすぐなってるっていうのが正解で、ここの針先は隠れてる。だからこれちょっとね、刺す場所がもうちょっとこっちにした方がこんぐらいかな、うん。で、この感覚で必ず重要なのは、このこうなった時に指で触って、針先はこれゴムに隠れてるよねって、で、まっすぐなってるよね、ちょっと曲がってるけど、ま、曲がっててもいい多少、ただ針先は必ず隠れてないと根がかりする。要するに池の中、水の中入って、ここの針先が出てると引っかかってグリグリって、うん、で隠れてると魚が食えた時に引っ張れば針が飛び出してフッキング。え、なんでちょっとこれ曲がってるよね。これストレートにやっていただけると。いや、これでも人に説明するのって難しい。あの、自分では分かってるけど言葉にして伝えるのって非常に難しい。うん、いや、俺の教え方もだってレクチャーしたことないから、いつも教えてる人はさ、教え方がうまいけど、これ初めて教えてるかな、これ。あ、本当？ほぼ初めてじゃない、人にこうやって対面でこうだよって。そうやね、動画ではやるけど。 OK、 出た。うん、だいたい合ってるよ。で、そこ本当は基本はまっすぐがいい。でもちょっと曲がってても逆に釣れたりする。だからだいたいできてるよ。コツコツ500回ぐらいあのやればやれると。あ、そうそう、そんな感じ。